えー、というわけで、えー、はいどうも、ゾゾマリン薬病神系 YouTuber 大チャンネルです。えー、先に言っときますとですね、あの、久々にこの BGM が流したかっただけです。まあでも、流していいぐらいのニュースが入ってまいりまして、昨日ですかね、これね、あの、楽天イーグルスの、あの、ファン感謝祭がね、まあ楽天生命パークで行われたんですけれども、その中で、まあ結構、昨日の時点でね、話題になっていた、島内博明選手について、まああの、島内選手といったら、あの、やっぱりここで島内っていうワードがね、あの、皆さんまさきに出てくるんじゃない かなと思うんですけれども僕もねこの島内選手、まあ、やめろってオールスターズにも入れさせていただきましたし本当にもう敵としては。 手強いなーっていう風にね、あの、非常に見てたんですけれども。で、なんか昨日のね、その楽天イーグルスのイベントの中でね、なんかトークショーみたいなのがありまして、そこでね、その島内選手と、そして銀次選手が、まあ、二人で、ファンの皆さんに向けてね、この、なんかバックネット裏に向けてっていうんですかね、のお話をされていまして、なんか、それで、登場曲の話になったんですよね。で、それで、まあ、島内選手の、まあ、今年の登場曲が、あの、チューブの海の声ということで、行くぜーお れれってやつなんですけれども、はい。で、この島内選手が、なんかずーっとね、1年間この登場曲を使い続けまして、まあ僕も仙台にあの開幕シリーズしか行ってなかったんで、まあそこまで登場曲まではね、あの覚えられなかったんですけど、で、島内選手が、まあこの登場曲についてね、その時のアナウンスの方なのかなはい、アナウンサーの方が島内選手に聞いてまして、今年は1年間この登場曲っていうね、なんかその、ここで島内ダンスみたいなのもあるらしくて、それをなんかファンの皆さんで踊ってたんですけども、

ま、島内選手がね、このロッテファンであることはね、僕ロッテファンからすると非常にね、嬉しいことなんですけども、この島内選手何かロッテと繋がりあるかなと思って、あの、ふと出身地を調べてみたんですよ。ま、やっぱね、その、今年まで日本ハムのね、近藤選手なんかは千葉出身っていうこともあって、その千葉に結構愛着があるんじゃないか、ロッテに来るんじゃないかなって言われてるんで、そこのなんか地元枠みたいなのもね、あの、あるかもしれないんで、島内選手のね、その出身地を調べてみたんですよ。はい。えー、そして調べてみた結果、えー、 石川県小松市。千葉県とは、えー、素晴らしいほど接点がありません。 まあじゃあなんで島内選手がロッテファンなんだっていうところにね、つながってくるんじゃないかなと思うんで、まあそれをね、またちょっとあのトークショーの中でもあったんですけども、これなんかもともとね、西岡強選手、あの元ロッテのね、はい、西岡強選手、まあもう阪神タイガースでも活躍されました。その西岡選手の登場曲がこれだったらしいです。だから島内選手はこの西岡選手を目標になんか頑張ってきたんじゃないかっていうね、はい、そういう風に僕はちょっと理解ができたんですけども、西岡選手が大好きでロッテファンだったんじゃないかなっていう風にね、僕は心、え、し、ー プルにそう思いました、はい、いやー、でまぁ、あ、現在、島内選手ね、その楽天と4年契約を結んでおりまして、で、今年でその2年が終了したのかなまぁ、あ、そしてあと2023年、そして2024年、2年経つと、えー、また4年契約が一旦切れると、えー、いうことになりますんで。来ますか。ここで島内さん、千葉ロッテに来ますか。 2025年から。あの、我々現在ね、あの、マリーンズプロジェクト2025というね、あの、そういうプロジェクトを掲げているんですよ。はい。2025年までに、この上昇軍団になるっていうね、そういうプロジェクトなんですけれども。島内選手が2024年に楽天との契約はまた満了になります。で、2025年上昇軍団になるために島内選手を獲得するそこまで考えてたのもともとロッテのスカウト陣は島内選手がロッテワンっていうことを知ってて、お、ま、前、あ、2025年に島内取れるやろ、つって。 それで、2025年までっていうプロジェクトを掲げたのかな。あ、島内選手目的ね、もしかしたら。うん。いや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 。 あの、こんなことしたら、あの、ある人が黙ってないと思うんで、まあ、ある人っていうのは、まあ、後々言うことにはなるんですけれども、はい。あの、僕も最初ね、冒頭でも言った、あの、ここで島内はありやろうっていうワード、まあ、そのワードを言ってる方なんですけれどもね、はい。その方が黙ってないと思うんですよ。まあ、なんでかっていうとね、その方が、この選手の応援歌がめちゃくちゃ大好きっていう、その方がこの島内選手のね、応援歌をめちゃくちゃ歌って、めちゃめちゃもうバズらしたんですよ、もう。その応援歌自体をね。まあ、僕もその応援歌大好きなんですけど、まあ、その応援歌大好きっていうより、あの そそのの応援歌を歌をっってていいるその方が大好きっていう皆さん、もうすでにお分かりいただいている通り、全力絶叫 YouTuber のーモレルさんです。いや、何の拍手これ島内選手はね、多分、モレルさんも、あの、ずっと楽天にいてくれよって思ってるはずなんですよね。あの応援歌が歌えなくなるから。あの、しかしですね、2024年に、その、先ほども言いましたけれども、島内選手が楽天との契約が満了になって、2025年から、 に来るるビジョンが見えるんで、すよねでなんでかっていうと、これ、背番号の話になるんですけど、現在、島内選手の背番号が35ということで、まあ、ロッテの背番号35、誰かなと思った時に、まあ、今年まで鈴木翔太投手がやっていました。はい。で、来年も、まあ、鈴木翔太投手、まあ、35万として、まだ来年3年目ですから、え、まあ、そのまま行くんだろうなと思ったら、あの、鈴木翔太投手の背番号が、35から47に変わりましたっていう。 はい。そういう、その、ロッテの公式の方から発表がありまして、で、そのニュースが出た、同じ日に、このファンカンのね、こういう島内選手のニュースが出たんですよ。つ、は、な、い、がりあんのか、これ。あの、もし、2024年までにこの背番号35が、ロッテ、秋版なんであれば、あの、島内選手、全然いいよ。なんならもう、俺が作っとこうか、もう、ロッテ版の背番号35の島内、つって。 ここででもいいけどね。うん、で、まあ、こんな感じで、あの、島内選手が背番号35で、現在ロッテの背番号35が空いていますよと。はい。もし島内選手がその背番号35っていうのにも、ちょっと愛着があるのであれば、あの、ぜひ2025年から千葉ロッテマリーンズにお越しくださいませ。はい。いつでもお待ちしております。 まあこれによって、まあ利点も欠点もありますよね。はい。まず利点は、あの、シンプルにロッテの戦力が上がるというところ。はい。間違いなく。島内選手、で、まだまだ先の話にはなりますが、2025年から、えー、背番号35、千葉ロッテマリーンズで勝負をしてみてはいかがでしょうか。えー、そして欠点の方なんですけれども、まあこれはもうね、先ほども言ってますね。あの応援歌が聞けなくなるし、歌えなくなる。 まあこの応援歌の歴史っていうのはねずっと残り続けますから歌えなくなるっていうのはないんですけどまあ球場で聞けなくなりますよねこの応援歌を任せろ今から僕が島内選手のロッテワンの応援歌を歌います まあまあ、一応楽天版も歌った方がいいんか、はい。まあ僕はもう2025年に島内選手がロッテに来るという前提で、はいもう応援歌作っていきたいと思います。なんでかっていうと島内選手の応援歌は名曲だから。名曲だからこそ早めに仕掛けましょう。はい、ということで、えー、楽天の応援歌から、えー、千葉ロッテマリーンズの島内博明選手応援歌メドレーいきます。

ロッテコイロッテコイシーマウチー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 ここで島マウチー勝利の一打ウチーおー,おー,おー ヒット島内ヒット島内ヒットここで島内島内勝利の位ちだ島内島内おお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 お 島内ヒット